とお兄さんもあずきお姉さんも元気。今日お兄さんたちは広島に来ています。広島にはくるっとひっくり返して作るおいしい食べ物があるんだって。それはお好み焼き。広島ではお蕎麦も入っているのよ。うわ、おいしそう。うん、お好み焼きは熱々の鉄板の上に丸く生地を広げて、まずはキャベツを乗せていくの。たくさん乗せるんだね。そして好きな具やお蕎麦も入れて、ヘラという道具を使ってくるっとひっくり返すの。お、上手。お兄さんもやってみたい。はい、出来上がり。みんな大きなお口で食べてる。うん、熱々で美味しそうだね。それじゃあ早速広島のお友達と一緒に遊ぼう。最初は手裏剣忍者。忍者ってなんじゃもんじゃ、忍者ってなんじゃもんじゃ、忍術術があって動く忍者。早いぞ忍者、強いぞ忍者、手裏剣シュシュシュで足手裏剣ジャンプ。忍者ってなんじゃもんじゃ、忍者ってなんじゃもんじゃ、忍術術があって動く忍者。早いぞ忍者、強いぞ忍者、手裏剣シュシュシュで頭手裏剣しゃがんで。忍者ってなんじゃもんじゃ、忍者ってなんじゃもんじゃ、忍術術があってどこ行く忍者。早いぞ忍者、強いぞ忍者、手裏剣シュシュシュで忍者チョップ。惜しい。さあみんな上手に避けられるかな。頭手裏剣しゃがって、足手裏剣ジャンプ、頭手裏剣しゃがって、忍者チョップ。惜しい。